最初は僕食べたことがなかったので衝撃的でした。体中電気が走るぐらいの衝撃がありました。船寿司はお寿司のルーツというふうに言われることが多いです。私の名前は北村敦史です。私の名前は北村麻里子です。主人と2人で船寿司作りをしています。独特な味がするので生ハムのお魚版とか、あとしょっぱさはキャビアみたいなしょっぱさはあると思います。お寿司も本慣れと早慣れと大きく2つに分かれるんですが、一般的なお寿司は早慣れになります。なのでご飯を炊いてシャリの上にネタを乗せたらもう1日で食べれますが、船寿司の場合は本慣れになりますので、琵琶湖で、取れた船をご飯で発酵させた保存食になります。これは滋賀県の郷土料理になります。お店は400年前、1619年が創業となります。私で18代目となります。自分はすごく面倒くさがり屋なんですけど、この船寿司作ることに関してはその面倒くさいこともすごく好きです。船寿司作りで大切なことは3つあります。綿抜き、血抜き、塩抜きです。この3つの作業を怠りますと美味しくなくなります。船寿司が生の状態から商品になるまでにだいたい3年ほどかかります。ただ、やはり手間暇がかかるので、昔みたいに書くお家でっていうのは少なくなってきています。滋賀県の食文化とも言われますので、私たちでしか作れない、船寿司でお寿司のルーツを皆さんに知っていただきたいという思いがあります。ただただ美味しいです。やみつきになります。